有機リン化合物、有機リン化合物、有機リン化合物、オーガノホスファースコンパウンドは炭素リン結合を含む有機化合物の総称である。リンは窒素と同じ下位15属元素であり、それらを含む化合物は共通の性質を持つことが多い。リンは3、1、プラス1、プラス3、プラス5かの原子化を取り得る。 一般に符号に関わらずプラス酸化と酸化の酸化状態をと表すことが多い。IUPAC 命名法には、排数デルタと結合数ラムダを用いたものがある。この命名法に従えば、ホソフィンはデルタラムダの化合物となる。神経系、呼吸器系に対する毒性がある化合物が多い。ことから第二次世界大戦頃から殺虫剤として農薬に使われている。 ホスがつく農薬は大抵有機輪剤である。ただしホス源無関係。また人への神経毒性が高い化合物も多いため、神経ガスとしてサリンなどが開発された。人の中毒症状としては、縮動が特徴的である。公衆衛生学、労働安全衛生、労働災害では、毒性のある化合物について特に疾病原因や汚染物質として扱う。また、 化学兵器原料となるものも多く、これらの製造、使用、取引にあたり、各種の法規制を受ける。ホスフィン類 PR の親化合物は、ホスフィン PH である。ホスフィン類の原子化は酸化であり、単純なアミンの輪類塩体である。トリフェニルホスフィンは、有機化学でよく用いられる。アミンと同様、ホスフィンは三角錐型の構造を取るが、結合核はアミンより小さい。 トリメチルホスフィンの CPC 結合角は98.6度であるがメチル元をタートブチル元で置き換えると109.7度まで増加する。反転障壁はアミンよりもずっと大きい。そのため異なる3つの置換器を持つホスフィンは光学活性を持つ。一方アミンは容易に立体反転を起こすためらせみたいしか存在しない。電気性はアミンより低く。 例えば、ホスホニウムイオン p h のは14であるのに対して、アンモニウムイオン n h では9.21、トリメチルホスホニウムの8.65に対しトリメチルアンモニウムは9.76であり、トリフェニルホスホニウムの11.2に対し、トリフェニルアンモニウムは19である。アミンと同じく孤立原子体を持つが性質は異なる。ピリジンなどの孤立子体は、非極化によって、 C イコール C 結合を含む共役系を形成するが同様の構造を持つホスフィンではそのようなことが起こらない。同じ理由でピロールの臨類延体であるホスホールは方向属性を持たない。反応性は嗅覚性があるという点でアミンに類似し一般式 RPX で表されるホスホニウム腫を作る。この性質はアルコールを ハロゲン化アルキルに変換するアッペル反応などで利用される。アミンと異なり、ホスフィンは容易に酸化されてホスフィンオキシドになる。以下にホスフィンの合成法を示す。ホスフィンを用いた反応には以下のようなものがある。ホスフィンオキシドは RP イコール O で表され酸化数は1である。水素結合により多くは浸水性である。P イコール O 結合はかなり分極しており、例えばトリフェニルホスフィンオキシドの極子モーンとは 4.51d である。リンと酸素の結合は古くから議論の的だった。5価のリンはオクテット則に反しており、昔はアミンオキシドと同じく RPO のように肺結合として記述された。酸素の電子体から ンの窒素にはない空の D 軌道への逆供与による完全な二重結合という説もあったが P イコール O 結合は C イコール C 結合と違って不可反応をしないことを説明できなかった。今では計算科学の発達によりイオン製の単結合 BO にかなり近いことがわかっている。結合距離が普通の単結合より短く強いのはイオン間の空論力による硫酸 リン酸及び、火塩素酸の結合も強く分極した、単結合である。ホスホン酸、エステル、ホスホナートは、一般式、RP で表される。ホーナーはズワースエモンズ反応や、セーファース、ギルバートゾータン反応において、カルボニル化合物と反応させる、安定化カルボアニオンとして用いられる。多くの工業用途があり、ビスホスホナートは、医薬品として用いられる。 アリン酸エステル、ホスファイトは一般式 P で示され、リンの酸化数はプラス3である。パーコ反応やアルブーゾフ反応に利用される。リン酸エステル、ホスフェイトは一般式 P で示され、リンの酸化数はプラス5である。難燃剤や仮素剤として工業的に重要である。PC 結合を持たないので、これらは厳密には有機リン化合物には含まれない。 ホスホランは5の酸化数を持ち、親化合物 PH は、ホスホラン、または、ラムダ、ホスファンと呼ばれる。リン入り度は、不法和結合を持つホスホランであり、ウィッティ非反応などで使われる。リン炭素二重結合を持つ化合物は、ホスファール圏、三重結合を持つものは、ホスファール菌と呼ばれる。ホスホリン、ホスファベンゼンは、ベンゼン中の炭素1個がリンで、 置き換えられた構造を持つ化合物である。ホスファールンの反応性は多くの場合、移民とは異なり、あるンと類似する。これは、ホスファールンの最高日占い軌道が臨場の孤立原子体ではなく二重結合にあるためで、ある移民では窒素原子の孤立原子体がホモである。ゆえに、ホスファールンは、あるンと同様、ビッティヒ反応、コープテニー。 ディールスアルダー反応などを起こす。スペッカーらは、ブルックテニと類似したケトエノール互い変異性を利用し、1974年に最初にホスファール圏を合成した。同年、ハロルド・クロトーは、PH の熱分解により、CH イコール PCH が生成することを文工学的に示した。ホスファールンの一般的な合成法は適切な。 戦具体の位置に脱離反応を用いるものであり、反応は熱、または、ジアザビシクロウンデセン、ダブコ、トリエチルアミンなどの塩基で補助される。ベッカーが用いた方法は、リン原子を含有するポリフェニレンビニレンの合成にも、用いられている。プラリドキシム用カメチル、プララダキシーム用児度は、有機臨剤中毒の特異的な下毒剤である。商品名は、パム、パム、 また、オキシム剤と呼ばれることもある。科学的には、ピリジニウム間に、オキシム部位が置換した構造を持つ。サリンや VX ガスなどの下毒剤として知られているが、本来想定していた用途は、有機ン系の農薬中毒に対してであった。しかし、サリンなどの神経ガスも、有機ン剤の一種であるため、効果を発揮する。1995年の地下鉄、サリン事件では、 全国各地のパムを新幹線で集め、600人以上の被害者の命を救ったことで一躍有名となった。また、アトロピンも有機ン剤中毒等の治療にも用いられ、地下鉄、サリン事件での治療にも用いられた。米軍では神経ガスに暴露してしまった時にアトロピンを打つことが規定されており、核 BC 兵器のタイプ別の症状を イラスト化した簡易マニュアルが配布されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。